かいらない、惚れた男の喉をかき切って殺してしまったバカな女、いつだってよそに女を作ってばかり、何度も釘を刺したのにもう限界よ、ナイフを買ったわ、あとはそうご存知の通りよ。だからねお願い裁判長さん、電気椅子をクビにして、もう二度と朝は来ない、来ていたって仕方がない、そう願いに出たいわ。堕落の底へと地獄で報いを受けるだろう。死んでゆく彼のそばで笑っていたのよ。だからねお願い裁判長さん、電気椅子をクビにして、yeah.